こんばんは。4月6日火曜日の夜でございます。平山茂と申します。現在時刻は夕方6時を回りました。はい、ちょっと昨日はねずっと頭が痛くて、寝る時も頭がずっと痛かったんですけれども、なんとか今日はもうとにかく寝まくりました。寝まくってまだちょっと頭を振ると痛いというような状態は若干残っておりますけれども、元気でございます。よかったなんとか通常運転に戻りましたね。体がよかった。まあたくさん寝た分、腰の具合もだいぶいいと思います。またね、今日はお休みでした。また明日から水木金土と4日連続で頑張ってまいりたいと思います。そして本日お仕事だった方、お疲れ様でした。ご苦労様でした。お勤め、それにしてもちょっと寝すぎましたね今日はね。本当は、私愛知県に住んでるので、ちょっとね今オリンピックの聖火リレーがね愛知県回ってるんです、昨日と今日と。なのでね、どこかの区間を聖火リレー見に行きたいななんて思ってたんですけれども、ちょっとね寝すぎましてね、どうしようかなっていうところで、今もう夕方6時回ってるので、ちょうどね僕の家から一番近くであったね、大府市の聖火リレーももう終わってしまったんですね。で今日残すはあと豊田市で聖火リレーがねこの後残ってるんですけど、まあ夜なんですよね。夜ということで、こう画像的にもねまともに撮れないなというところで、これどうしたもんかと思っております。ただ車はなぜか豊田市方面には向かってるんですけれども、行くかどうかはわからない。だって言ったら俺が聖火リレーでしょ。僕が聖火リレーなんじゃないかと思ってますよ。違うなら違うと言ってくれ。さあ、そうこうしてるうちに現在トヨタ自動車本社前でございますね。交差点は豊田町。聖火リレーの関係で右折できないんで、はい、左折で流してください。あ、わかりました。左折をしてください。ここがなんかスタートなのかちょっとわかんないんですけど、ちょっとね車止めれそうなところが全くない。さあ、聖火リレーの雰囲気だけ味わっていただけたんじゃないかと思いますけれども、隣の人と肩や肘など触れ合っているところもしございましたら、前後左右少しずつずれていただきまして、間隔を保った上での応援ご協力をお願いいたします。聖火ランナー約3分後に到着を予定です。聖火ランナーがやってまいります。そうだ、みんなの仕事に聖火リレーがやってまいりました。さあ、こちらには元気な子供たちも集まっております。もうすぐ聖火ランナー来るからね。盛り上がっております。皆さんの目の前にやってきましたよ。
そして皆さんの笑顔も一緒に繋いでいけたらなとは思っております。カナダ市の皆さん、こんばんは。こんばんは、テレテテレ We are team NTT。 こんばんは、チューちゃんのことで、こんばんは、ありがとうございます。ありがとう、元気に手を振ってくれて、ありがとうございます。もうまもなく行ってまいりました。いやー素晴らしい、素晴らしい。大丈夫大丈夫、いやー素晴らしい。後ろの車にはトヨタ秋夫社長でしょうか。いやー素晴らしい。大丈夫だね、大丈夫だ、大丈夫大丈夫。また明日お会いしましょう。平山茂でした。おやすみなさい。